8月27日まで行われた世界陸上選手権ブダペスト大会。75名が派遣された今大会の日本勢の中で最も残念だと思ったのが大会8日目に行われた男子 4×400m マイルリレーの予選敗退だった。4年アテネ五輪では3位のナイジェリアに0秒09差で 4×100m リレー、4粒とともに当時の過去最高の4位になった種目。 4つがその後はメダルの常連国へと駆け上がっていったのに対し、マイルリレーは5年世界選手権ヘルシンキ大会以降は21年東京五輪まで、世界大会は全て予選敗退という悔しさを味わってきた。その流れが変わったのは、昨年の世界選手権だった。前年の東京五輪では全体10番目で予選敗退ながら、 96年に出した3分0秒76の日本記録に並んで2分台も見え始め、選手たちの意識も上がっていた。世界選手権では個人の400メートルにウォルシュ・ジュリアン、富士通と佐藤風雅、ナス環境技術センター、現、水野、川端海と中京大クラブ、がフルエントリーで出場し、ウォルシュと佐藤が準決勝に進出した。中島祐希ジョセフ、 東洋大を加えて臨んだ 4×400 メートルリレーも当初の目標は決勝進出だったが、予選第1組で19年世界選手権2位のジャマイカや21年東京五輪2位のオランダに先着し、3分1秒53でアメリカに次いで2位。第2組を合わせた全体でも2位のタイムで決勝進出と、一気にメダルが見える状況になった。 決勝ではメンバーを変えてきたジャマイカや第2組1位のベルギーには届かなかったが、アジアシンの2分59秒51を出して4位に食い込んだ。3層を務めたウォルシュは43秒91のラップタイムで走り、個人レースでも44秒台に入れる力を示したのだ。今季はエースのウォルシュを体調不良で書いていたが、 大役を果たしているのが15年から日本代表のリレーメンバーに名前を連ねるようになっていた28歳の佐藤健太郎、富士通だ。東京五輪の日本体記録にも貢献したが、昨年はアキレス腱痛の影響もあって日本選手権は予選敗退で代表落ち。一次は引退も頭をよぎった。だが世界選手権のマイルチームのアジア記録樹立をテレビで見て、今度は彼らとメダルを取りたい。 と思い当期は効率のいい走り方を徹底的に追求した。その成果がシーズン2戦目の静岡国際で、城西大3年以来8年ぶりの自己記録更新となる45秒31となって現れた。そして7月のアジア選手権では日本歴代2位の4